3歳若駒が1マイル先の栄光を目指してしのぎを削ります。 NHK マイルカップ1600メートル、まずまず揃って飛び出しました。さあ外が行くのか内が行くのか、オールパルフェがかわしていきました。その後ろでやりましょうか。14番ユリーシャ、内を通ってスルスルとクルゼイロドスルが上がっていきました。フロムダスクちょっと離されましてドルチェモア、そのうちにエーヤン、外を通りまして8番セッション、それからシャンパンカラー、まもなく第3コーナーに差し掛かります。その外に16番タマモブラックタイ、そして内からは4番ショーモン、ダノンタッチダウンがその後ろ、まもなくケヤキを通過します。内を通って5番シングザットソング、さあ府中の直線です。今年の3歳ベストマイラーはどの馬か、キャルロベローチェ、直線の伸び足はどうか。さあ先頭はクルゼイロドスルが一馬身リード、懸命に手を動かして三浦とドルチェモア、ムチが飛んだ三浦とドルチェモア、先頭クルゼイロドスル、しかし差はそれほどでもない。さらに外ドルチェモアか、2番手にドルチェモア、頑張る頑張るクルゼイロドスル、モリアーナが差を詰めてきた。内からスルスルとエイヤン、これは半死レースになりました。ムチが飛んでいる、エイヤン捉えるか、エイヤン、エイヤンかドルチェモアか、首の上げ下げ、さあこの一着は際どいぞ。6番、2着、13番、3着、18番、以上のように確定しました。